名古屋市立鳴海東部小学校は愛知県名古屋市緑区平手北に位置する公立の小学校である。1873年に鳴海小学校の文校として創立した。愛称は名東で、公名は鳴海地域の東方に位置する鳴海小学校の東の文校という二つの由来があると考えられる。2008年に創立135周年を迎えた。 名古屋市緑区は、中川区と共に、人口の増加が著しく、創立以来、多々の小学校を分離してきた。1974年に、黒井章。1975年に、神の倉章。1988年に、徳重章。1990年に大気夜水、滝の水章。1998年に、上安省、2003年に、 小坂小と分離し、計7小学校と分離をした。授業は朝8時55分に始まる。1から3年生は週に1から3回4時間帯があり、4年生以降は5時間と6時間帯で1週間を過ごす。5年生からは6時間帯の日の方が5時間帯の日より多くなる。授業は基本的に45分授業で、 休み時間は朝と昼休み以外5分である。掃除は休食後20分ほどである。朝と昼の休み時間は、検事タイムと呼ばれる。と呼ぶ。昼休みは、昼放課という。校内に、FBC 花壇と呼ばれる花壇を設けており、毎回名古屋市の FBC に応募しており、何度も、賞を受賞している。花壇のデザインは春、秋コンテストともに、 自動作成のデザインから選定している。また、地域との交流の一環として毎年8月に行われる、日本ど真ん中祭りの鳴海会場で、良いとこ踊りのチームに参加しているほか、緑区のお祭りにも参加している。学区は主に、平手、平手北、平手南、細口、横吹き、諸の木、水広下、大清水地区のからなる。特に諸の木は、 豊明市の学校が本校より近く、またおよそ本学校から2.5キロほどの地点に地区はある。大震水は2010年度から大清水小学校の学区となった。運動会は毎年5月末に開催される。学芸会と作品展は毎年交互に行われる。学芸会は学年ごとに劇を披露する。作品展は 図画工作の時間に作った作品を一人一、二点ほど展示する。年に二回、地域清掃をする。その日の愛称は、エコデーと呼ばれ、児童の参加は原則全員参加であり、周辺地域住民の参加自由である。この、エコデーには、イメージキャラクターである、エコちゃんとなるキャラクターが存在する。四年生までは、遠足の行事が毎年ある。また、 三年生からは、校外学習を毎年行う。五年生は、中津川野外教育というものがあり、岐阜県中津川市の名古屋市への、中津川野外教育センターにて2泊3日の、野外学習を行う。修学旅行は、京都、奈良である2007年度の冬より、毎年冬に、名刀美グランプリを開催している。第三回よりは、トロフィーも制作され、 本格的に行われている。卒業生のほとんどが学校から800メートルほど離れた扇義、大中学校に進学する。中学受験をする者はごく少数である。2006年に北校舎1階の教室を改装して施設を整備した子育て支援事業。平日は放課後18時まで、土曜日は朝から18時まで無料で児童を預かる。 日曜日は利用できない。優勝の小坂小学校と共有の学童保育も利用できる。いずれも4年生以降の活動であり、委員会は全員がいずれかの委員会に参加しなければならない。その一方で、部活動への参加は任意である。部活動は各部によって活動する時期が異なるため、1年に2つの部に参加することができる。 ただし、一年を通じて活動する音楽部については、タブとの掛け持ちはできない。演芸部も通年の活動となるが、こちらは掛け持ちは可能である。部活動は以下の6つである。括弧内は活動時期。校舎は北校舎、南校舎からなり、北校舎が比較的新しい。門は4つあるが児童は通常、正門と北門を使う。 残りの二つは、教師の駐車場付近と、エコファームの隣にある。これら二つの門には、名称がない。ありがとうございます。